はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第244回でございます。で、今回テーマが中学生にインタビューされましたっていうテーマで喋っていきます。はい、よかったらね、最後までお付き合いください。で、まず先週なんですよね。先週ちょっとお休みいただいちゃって、で、先週いつだったっけな、土曜ぐらいにですね、自分軽い熱中症になってしまって、多分なんですよね。そう、死んだわけじゃないんですけど、多分症状的には多分なって、ちゃったんですよ。で、その後に今度胃腸炎になっちゃって、そうで結構ねこうグロッキーな日々を過ごしてて、でね、一生お休みいただいちゃったんですが、ね、申し訳なかったです。で、今回はですね、その中学生にインタビューされましたっていうことで、何されてんすかっていう話なんですけど、経緯をね話すと、ある、都道府県は言わない方がいいのかな、自分が今住んでるとこじゃない他県ね、違う都道府県の修学旅行でね、東京に修学旅行に来てたんですよ。その公立中学校なんですけど。で、そこの公立中学校の先生から、半年ぐらい前かな、に、その、修学旅行で行って、で、そこの学校すごくってね、その、2泊3日らしいんだけど、1日分に、その日に、自分が興味あること、例えば仕事とかのとこに行って、例えばその仕事を体験したりとか、その仕事してる人にインタビューしたりみたいな、ことをするっていうのがあるの。学習の一環でね。で、されてて。で、その、ある班の子が、その、ハイチさんにインタビューしたいっていう話なんですけど、いかがですかっていうお話をいただいてて。で、一応、こう、スケジュールをね、こう、調整して、そのインタビューを受けてきました。中学校3年生の女の子3人グループだったんですけど、そうなんですよ。もう人生初ですよ。中学生にインタビューされるなんてね。で、まあ、ホテルのね、その、泊まってるホテルの、まあ、ラウンジのとこで、1時間半から2時間弱ぐらいかな、いろいろ話をしてきました。で、まあ、その感想をね、喋ろうと思うんですけど、まずはね、いや、その子たちが聞いてるかな、わかんないけど、まずは、本当に、俺が緊張しててごめんなさい。もう本当それ。もうこれはね、実際にこう、ちっちゃいオフ会とかさ、会いに行きましたみたいな企画とかイベントとかたまにやってるんですけど、毎回そう、本当に話せない。いや、話すんだけど、そうそうそう。だってさ、中学生の方が緊張するじゃん、そりゃ。するんだけどね、なかなかおっちゃんも頑張れなくて、コミュ障ですいませんと思いながらね、まあ、話をさせてもらって、で、まあ、いろいろ事前にね、インタビューの、こう、なんだろう、聞きたいことは用意してくれてたので、まあ、一個一個答えていきました。で、実際、まあ、最後の方はね、割と、三人のね、子たちも緊張がほぐれてくれたのかな。で、いろいろ相談聞いてくれたんで、その場で。まあ、勉強の悩みとか、受験の悩みとか、まあ、進学のこととか、勉強法とかね、いろんな話をしてきたんですけど、まあ、ちょっとでもね、ほんと役に立てたらいいなって思います。どうかな？どうなんだろう。ただ、個人的には、俺個人としてはすごく、楽しいというか、充実した、こう、時間を過ごさせてもらいました。あのね、毎回思うことなんですけど、こう、やっぱり学生の子、特に自分のね、動画を使ってくれてるユーザーの子に直接会えるっていうのはね、もうこれは本当に幸せなことなんですよ。自分の中で。すごく嬉しい。そう、嬉しいし、で、生の声を聞けるわけじゃんか。そこでね、こういう風に使ってますとかさ、いうのも聞けるわけだから、そこでやっぱエネルギーをもらって動画に活かしていこうとか、もし改善点思いつくんだったらこういう風にやっていこうとかっていう風に思えたので、まずはね、その3人の子、名前は出せないですけど、そのね、3人の子と、あとは先生ですね、その、いる、こう自分とやり取りをしてくださった先生もね、すっごいいい先生だった。もうね、ほんといい先生、体育の先生だったんですけど、いい先生でね、本当にね、皆さんありがとうございました。多分ね、校長先生とかいろんな方が裏で協力してくださってる、許可を出してくださいとかね、あったと思うんですけど、本当に皆さんね、貴重な機会をありがとうございました。いや、またこういうのがあったら嬉しいですね。あ、嬉しい。っていうね、ことがあったんだよ。だから、これからまだね、自分そんなに回数がないですけど、例えば、おととし、3年前かな、おととしかな。中学校でね、講演会させてもらったりとか、呼んでもらってね。そういうのがね、ちょっと増やしたい。個人的には。特に、やっぱ、公立私立は関係ないけど、中学校、高校、まあ、中高がいいよね。中高のとこに行って、例えばこう、ちょっと、なんだろうな、自習じゃないけど、勉強を教えるっていうか、うん、そういうイベントというかで呼んでもらったりとか、まあ、講演会とかでもいいですし、ね、会いに行くんで興味ある方集まってちょっと相談乗りますよみたいなのがあったらいいなっていうのをすごく思った。やっぱりそういうのがしたいし、ね、今は YouTube で動画っていうものを使ってみんなに配信してますけど、やっぱり直接会ってできることとネットでできることはまた別じゃないですか。両方にメリットデメリットがあるからね。っていうのをね、ちょっとこれからやっぱやっていきたいなっていうのをすごく思った。
時間でした。はい。で、そのね、すごいなってやつは、2個あってね、1個はね、その子たちの、特にメインでね、今回声をかけてくれた女の子が作ってくれたものがあって、今ね、思った。この画面多分映んないっしょ。いや、全然映んない。このさ、なんて言うんだっけ、この、こういうのね、作るやつ。これあれだ、じゃあエンディングの時に、俺が姿出て、こう持ってるやつ見せますね。これすごいんだよ。ちょっとごめん。そう伝わんない。これ最後にちょっと見て。そう、すごいから。で、そう、それをもらったんですよ。で、それと、あとね、これちょっと、その修学旅行生と関係ないんですけど、自分のね、ユーザーの子に、消しゴムハンコ。ハンコは消しゴムで作るやつがすごい上手な子がいてね、その子が今回そのハイチのダラダラジオっていう、ちょっと実写だから手移りますよ。ここね、この文字あるじゃないですか。これ俺書いてないんですよ、今回。このハンコをね、作ってくれて、ちょっと見せていいですか。ほら。これハンコなんですよ。すごくないですか。そう、これをいただきまして、で、ちょっと俺がね、押すのが下手くそすぎてね、これ4回目のやつでやっとちょっとそこそこ綺麗に押せたんですけど、そうで今回押してみました。そう、まあ、毎回ちょっと使うかどうかわからないんですけど、いや、ありがたいよね。いや、すげえなっていう。この今、見せられなかったこのね、主役旅行生のやつもすごいの。本当に。だからもう、ありがとうございます。自分はね、事務所に所属をしてないので、たまにね、手紙送りたいんですけど、とか、プレゼント送りたいんですけど、って言ってくださるんですよ。でもね、ちょっと受け取り口がないんでね、ちょっと毎回それはね、ごめんねっていうのをお断りしてるんですが、まあ、今回こうやって直接会ったりとか、で、この消しゴムハンコの子は、以前にもイベントで2回会ったことがあって、で、お母さんともね、仲良くというか、よくしてくださってるんで、たまたま仕事でちょっと近隣にいた時に受け取ってね、もらったんですけど、そう。ありがとうございます、本当に。はい。励みになります、いろいろとね。はい、ということがありました。なので、まあ、途中でも話しましたけど、やっぱりこう、自分がね、これから、今、すごく、まあ、ここ最近だけじゃないんですけど、これからどういうふうに自分をやっていこう、ハイチとしてね、どういうふうに活動していこうかなっていうのをよく考えます。それは、迷ってるとかじゃなくって、自分のやりたいことって何なんだろうっていうのをよく考える。教育でね。教育において自分がやりたいこと、そしてやりたいこととみんなにとって有益なもの、みんなが求めているものっていうのはやっぱり噛み合わせなきゃいけないし、その辺も含めて、やっぱいろいろ考えてて。で、まあネットだけじゃなくてね、その実物の配置として、こう貢献できることもやっぱりあるよなと思って。さっきね話しましたけど、例えば中学校とか高校に呼んでもらえるようになればさ、まあ、学校の先生の中ではね、配置が嫌いな人もたくさんいるので、なかなか難しいとは思うんですけど、まあそういったことが増やせていけたらなと思ってます。はい。ぜひ呼んでください。とか言ってみてね。はい。という感じでございました。で、今回はちょっとね、勢いでも話しましたけど、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。じゃあ、エンディングでね、まあ多分ちょっと声は多分カットしちゃってるんですけど、こんなもらったよっていうのを出しますんで、よかったらそこも見てみてください。では、また来週は6月の24か。まあ、末ぐらいになってきますね。最近、まあ今日自分長袖着てるんですけど、だいぶね、こう、寒かったり暑かったりしますよね。で、かなりこう、風邪ひいてる子とか体調崩してる子が周りに、まあその、ユーザーの子にも多いので、体資本だからね、ひとまずはちゃんと寝不足にならないように、ね、まあ手洗いうがいとかは、まあ、しちゃえばいいんだけど、まあ寝不足がすごくね、天敵になるので、睡眠しっかりとって、体調管理がまず一番。勉強とかも大事だよ。部活も大事だけど、体調管理をまず一番に考えて、ぜひね、6月過ごしていってください。はい、という感じで今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。